おはようございます。なんとかね、3日目の路上チップチャレンジ、3日目の朝で本当にみんなのおかげでなんとか佐賀県までね移動できることが可能なんやけど、ちょっと見てもらっていいですか？なんか私悪いことしたかなっていうぐらい移動日に限って荷物バカ多いのに雨がひどいんですよ。さっきはこんな状態で来てたから腕ガチガチ痛いんですけど、まあ、今からちょっと佐賀県に移動してって感じです。ちょっと佐賀県上陸初夜からちょっとそわそわしてます。また無事ゲットできました。佐賀までのチケットありがとうございます。頑張って佐賀県行きます。また福岡ロックが戻ってくるから汚れた手で書き上げたあの手紙をすぐにでも。佐賀県に私嫌われてるのかなちょっと思いかけてます。ちょっともうついて10分ぐらいしてからこれです。ちょっとリベンジ。そこでもう離れないでずっと泣きそうな目で見つめる長崎の人はめちゃくちゃ男前です。ありがとうございます。公式ばかりで気にしないで忙しい一日が始まっていく。あなたの好きな人になりたい。ないもの落ち着はもう山ほどしたい。神様なんていないぜ。近づいてきて、なんかちょっと遠かったらさ怖いねんや、めちゃくちゃ路上って。今夜の月は明るくて舞い。あ、どうだ、こっちです、私こちらです、こういうものです。ありがとうございます。嬉しかったです。2時間長崎で歌いました。絶対路上する場所ちゃうっていうことはちょっと途中から気づき始めたけど、まあ、何人かちょっと結構今日高校生中学生に助けられた一日やって、部活終わり卓球部の女の子3人、中学校3年生の女の子とか、男女のね高校3年生学生さんにすごい助けられたな。多分ちょうど帰宅途中かなの子たち、私よりちょっと下の子たちがすごい立ち止まってくれた日で、なんかすごい元気づけられました。だから長崎大好きになりました。ありがとうございます。ちょっとやめてください、やめてください。めちゃくちゃ汚っ、やばすぎでしょこれ見て、このガムテープ。今こんな状態で移動してるんですけども、もうちょっと綺麗になりたいなというふうに思います。こっちの面でも絶対使わないでくださいね。昨日ね長崎でちょっとまあほんまに大丈夫かなと思ったんですけど、無事なんと近くも集まって今日熊本にフェリーで移動します。その前にね、その昨日たくさん助けられた、ずっと聞い取ってくれた高校生4人組の子たちが美術生らしくて、今日展示会今日までやからって言って、ちょうど9月4日くれてチラシ最後、
ょっと見に行きたいなっていうふうに思います。コンタクトケースとかいろいろリクエストもしてくれたからね、すごいちょっと楽しみです。眠いです。4日目眠い。大丈夫かなと思ってたか。20日あるよ。20日もありますね。あの半分も来てないです。眠いです。今日は早く寝ます。絶対に高校生の展示会に来ました。めちゃくちゃ髪とかボサボサだけど覚えてくれてるかも。大丈夫そう。どうしよう、誰みたいな、お前誰みたいなこと言われた、どうします。一旦帰る。すごいですね。今から路上しに行くんですけど、あのさっきまでねワニマさんの主催フェスに行ってて見に行ってて、ワンオクロックさんとか出ててめちゃくちゃにかっこよかったし、すごい刺激的だったので、今から私は路上で頑張りたいなと思います。めっちゃ優しい。ちょっとね、チップを計算した結果ちょっと足りてなくて、いや私あの移動費だけかなと思ってたけど、宿泊費のことも完全に忘れてて、ちょっと明日物理的に移動できなくなってしまったから、その熊本もう一泊しないといけなくなってる今。あの今日ねめちゃくちゃ熊本で学生さんとか立ち止まってくれて、ほんまに心は満たされまくりやねんけど、ちょっと移動ができそうにないので、熊本もう一泊して明日熊本の路上ももう一回やってから頑張って鹿児島に移動できるように切り替えていきたいと思います。